セント・ジェームズ・パーク駅は、ロンドン都心部にある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である、サークル線、ディストリクト線が発着する、トラベルカードゾーン1にある。この駅は、シティオブ・ウェストミンスターのセント・ジェームズ・パークのそばにある。駅舎は、ロンドン地下鉄の本部である55ブロードウェイに、組み込まれており、ブロードウェイ、ペティ・フランス及びパルマー・ストリートからの入り口がある。また、 内務省及びスコットランドヤードに持ち帰。この駅は車椅子の旅客には利用しづらい。この駅は1868年12月24日にメトロポリタンディストリクト鉄道が同鉄道の最初の区間であるサウスケンジントン駅、ウェストミンスター駅を開業させた際にその中の一駅として開業した。MDR はサウスケンジントン駅でメトロポリタン鉄道と接続しており、 両鉄道はライバルだったが、それぞれの会社の運行する列車が、相手会社の線路を相互直通運転する、インナーサークル系統の運行を行った。その後、同様に、MDR と他社の相互直通運転を行う。アウターサークルが1872年2月1日より、ミドルサークル1872年8月1日より、運行されこの駅を経由する。しかし、1900年には、 ミドルサークルが1908年12月31日にはアウターサークルがその運行区間を短縮されこの駅までは走らなくなった。この駅は2回建て替えられた。20世紀初頭、初代の MDR の駅は MDR の所有者であるロンドン地下電気鉄道の本社ビルであるエレクトリックレイルウェイハウスのビルの一部として建て替えられた。この駅はその後、 1927年から1929年にかけて会社の新しい本社ビルである55ブロードウェイの建設の一部として再び建て替えられた。この設計はチャールズ・ホルデンによりなされ、ジェイコブ・エプスタイン教、エリック・ギリ及びヘンリー・ムーアによるものを含む像およびカーブドストーンパネルが特徴的であった。プラットフォームは同じくホルデンにより設計され、 1924年から1926年にかけて開業したシティサウス、ロンドン鉄道のモーデン駅への再建、延伸線に最初に使用された緑、青、黒、白のタイルを貼る計画が特徴的である。1949年、それまでメトロポリタン線の系統の一つの扱いであったインナーサークル系統がサークル線として地下鉄路線図上で独立した。 分けられたパルマーストリートで入り口及びブッキングホールは、その後1960年代の再開発で建て替えられた、ロンドンバスの11、24、53、148、211、507系統と、ナイトバスの N2、N11、N44、N52、N136 系統が当駅を経由する、ロンドン交通局ロンドン地下鉄サークル線、 ビクトリア駅セントジェームズパーク駅、ウェストミンスター駅ディストリクト線本線、ビクトリア駅セントジェームズパーク駅、ウェストミンスター駅、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧、ありがとうございます。